はあ、ニリとさ、自分時間もミュージックサワーもチャットステーションまで全然採用さらん。ワッターフルかぶりですらはもう終わってるのかね。なんかもっと採用される番組ねえらんかや。だ、ラジオチキティンだ。フリボーンラジオ。名付け親はこの方。はい、福田かまるです。カールちゃん頑張れ。対するは名陸キラト。キラト頑張れ。なんであっち応援するわけ。もあい仲間だからしょうがない。どんなよ。そして C の2番線には不死鳥が参戦。大使待って、牛なのに鳥なの。スペシャルマッチは7連勝負けなし、不昇龍対神風ガンタ。あれ、名前から両方絶対強い。どっちが強いの。やってみないと分かりません。大感謝祭ガチンコ大投球大会は26日日曜日、石川ドーム投球場、午後1時開始です。みんな見に来てちょんまげ。すごい今の音聞きました。これ決してうるましだけ流れてるあれだけよ。だから今日はもうぜひ FM ギノワンにお願いしたいって会長から来てたからさ、これ流してくれっていうことで26日はいはい、またあの久田かまり、狩俣凛太郎が命名したキラキラカールちゃん第2戦目があります。おぜひみんな見に来てくださいね。そして あっちではまたタオルも、記念タオルも配りますので、前のとまたデザインが違うからさ、これ終わってから、大会終わった直後また牛舎でバーベキュー大会です。はい、ぜひ皆さん面相料。はい、サイリンタロウルマーニの MC もみやびん。はいはい、キラキラカールちゃん頑張れ。今夜もよろしく、ホワイティーニッシャラです。はい、ミキサーのエコザイルです。はい、終わり。昨日初めて、モッツライブハウスに行きました、フリームの骨折です。初めてやんば。あ、なんか久しぶりのこの席で緊張しますね。いや、これめいぞる休みしたや。びっくり、ジュル休みじゃない、打ち合わせがあったんです。はい、皆さん久しぶりです、コータです、よろしくお願いします。っていうか、あれっすね、多分絶対さ、いつも聞いてる人はさ、若干放送事故と思ってるよね、多分ね。だからいつもはね、パッて話し始めるから、あー、さっきのな。そう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 、あー、だからよ、いや、びっくりだすね。またな、これなんかそれもちょっと緊張しててやつさ、これ。まさか、これ一応冒頭で流すと思わなかったけど。あら、またアリアンバって、あの、あっち FM オルマには断ってないわけよ。これなんか強くよ。それダメだろ、一番。やっちゃったよ。一番ダメだろ。宣伝やこと大丈夫よ。まあまあまあ、まあ、いいでしょう。はいはい。はい。ということで、はい。じゃあ、はい、今日番組紹介、はい。え、紹介からだ。うん。はい。16分頃からハイバル姉さんは、本日お休みで、別の方が、出るかと思います。関西姉さんが来るのかな、かもしれないですね、ちょっとでいい加減な人生のコーナーなので、メッセージをお待ちしております。で、22分頃から、ゲストを迎えてのひととき。あ、いりますね。まあ、40分頃からは、名古屋支部からの、生放送の中継となっています。はい、でメールアドレスは moon@fmgino1.com、メールアドレスは、moon@fmginowan.com。 またこの番組はユースリームで映像を、音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。あとツイッターも連動しているので、たくさんのツイートをお待ちしております。でこの番組は、CBS ダイビングとフリームーンラジオの、ファミリーの提供でお送りします。それでは一旦 CM です。あ、CM 入るんだね、ここで。ちょっとさ、なんでさ、めっちゃそうだったけど、だから俺が大変してるんだよ、 CM の代わりに。はあ、太りすぎて。あ、太りすぎて。これサッピーが相手するんでしょ。一応とりあえず、じゃああれします、あ、開けであれでいいっすか。
サッピーさん絡んで、まあ、1回目を呼んで、うん、どうする？ CM 明けサッピーさん、あー、紹介はいはいはい、回りして、これね、サッピーこれ、これ母親父親聞いてる、母親父親聞いてる、聞いてるかもしれない、かもしれない、絶対聞いてるや、やばそう、うん、何ねこの振りがな、今日も暇だわね。ですね。こうちゃん、あんたちょっとそこら辺でキャッチしてきなさいよ。いい男限定で。今からですか？あ、早原奈さん、そろそろフリムーンラジオが始まりますよ。そうだったわ。あの人気番組、フリムーンラジオの日だったわね。いらっしゃいませ。あんたたち、フリムーンラジオもいいけど、RBCラジオミュージックシャワープラスプラスもちゃんと宣伝すんのよ。ね、姉さん、フリムーンラジオあれだね、あれだね、あのさ、羽衣レディの声いいなって思ったのに、うん、この次のジングルこれって嫌だね。ああこれ、あ、せっかくやんばるまで行ってこれわざわざ、いやいやこれ対抗してだよ対抗して、こっちも大物って引っ張ってきただけ、いやそれさ、まあ、これだけよ、いさ、それはもう、うん、はいはいはい、はい、じゃあもうそれでは、はい、突然ですけどね、うん、あの今日のゲストさん入ってもらってますので、ちょっと声をもらおうかなと思いますけど、大丈夫ですか大丈夫ですか？もう、ね、全然喋らせてもらえないので、何なんだろうなと思ってこの人いつでも大丈夫もういいですけどね、もうあのすいませんね、サッピーさん本当にあれです、最近ちょっと構成が変わって、うん、そうなんですね、そうなんですよ、骨折さんがめっちゃ喋ってがびっくりしたんですけど、そう、あのあれなんですよ、はい、最近あのマイク買ってあげたわけよ、そうそう、買ってあげたから、ありがとうございます。3回ぐらい出してもらってるんですけど、初めて声聞きましたよ、多分3回中多分あっちにいたと思うんですよ、そう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 、で今僕があっちにいるんですよ、うん、あ、そうなんですね、うん、今日はいないから交代制ね、座ってるんですけど、だから構成変わって久しぶりなんで僕も戸惑ってますけど、はい、はいはい、それではじゃあ自己紹介どうぞ、はい、FM とよみの方でパーソナリティさせていただいておりますサッピーです、よろしくお願いします。イエーイ、サッピーは何回目かね、4回目ぐらいです、ね、ホリは、うん、なんだかんだ月1で出たんですけど呼ばれなくなってあ、そうね、なんか久しぶりに来ましたけど久しぶり、ちょうど先月ぐらい僕が豊見出してもらった時にこの話したんですよね、その後すぐオファー来ましたよね、だからこの前サッピーが出た時ワン休んでたっけよ、あ、そう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 、だからちょっと熱中症っていうのにかかってよ、うん、まあ頭がね、お、頭がどっかもさ、甘ごまんすごい熱中症はげ散らかしてるさ、だからよデジなってるやつさ、そうするとデジるっていうことがいいタオル巻いてるけど上がね、そうそうそう、これあれだよ、あの、なんていうの、これストッパーだよ、汗の流れてきて直接目に入るからいつも充血してるわけよ、デジロー順にもうタオルよ、必需品オッケー、うん、はいはい、じゃあもみさんメール言っていいですか、うん、いいよいいよ、はいはい、じゃあ僕からいきましょうかね、うん、いいよ、はい、こんばんは、ラジオネーム分析10カ国です。難しいことは言えませんが、世界から戦争がなくなりますように、それが願いです。殺してはダメ、どの国でも当たり前のルールがどうして守られないんでしょう。自分の周りの家族、恋人、友人、友達が失われた時、言葉にならない気持ちに想像できないのでしょうか。お金儲けになるかもしれない、でもお金で買えない命、そんな単純なこと、改めて過去の痛みを知ってほしいと思います。はい、だからや、そうですね、こんなもんで、うん、人間はいつも戦争起こったな、100年日絶対戦争が起こるってもうシナリオがなってるわけさ、うん、これを、うん、で今戦後70年、あと30年後どうする、危ないよ、やばいっすね、うん、だからこんなのがあるからよ。で今あれやん、またあの、うん、風化ってからもう風化になりつつあるけど、風化しないようにって一生懸命言ってるけど、うん、もう大上の人がもう風化 し始めてるわけさ、うん、戦争わからん人さや、うん、あ、こんなのもだから、こんなのはもう順にうちらのわらバタン伝えていかんとよ、ずっとよ、うん、
何があってもあれだから、あれあんまりあれだな、この言ったら悪いけど、あの内地の人もうちょっと沖縄のこと考えてほしいとは思うわけよ。いろんな基地問題とかさ、憲法第9条とか難しい面があるかもしれないけど、これ読んだったらじゃあ半分基地持っていけとかさ、こんなのいつまでもな、うちのも一生こんなだよ、基地あっちに作って一生もうあると思うよ。そうだね、だからもう同じことの繰り返しやから。はい、次のメール行きましょう。はいはい、行きます。倉敷ののんぺと申します。こんばんは、池平さん、モーミーさん、フリムーンラジオの皆さん、サッピーさん、名古屋の皆さん、今日のテーマ、慰霊の日。沖縄では市民を巻き込んで戦争をしてしまったので悲惨な光景が多くなってしまったんですね。戦争ではおじさんが太平洋戦争で亡くなったので、戦死墓を作ってもらっています。でも、岡山の空襲も結構すごかったみたいです。戦闘機を作る工場があったために集中攻撃を受けたみたいです。戦争当時の写真を見ると今の岡山駅前は焼け野原だったそうです。戦争をなくす努力と紛争がない世界になってほしいです。亡くなられた皆様のご冥福をお祈り申し上げます。皆さん暑い日の熱中症に気をつけて頑張ってくださいね。またメールします。バイミーって。はい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 。岡山でも空襲とかあったんだね、いろんな、ね、まあまああっちこっちやっぱねありますよね、戦争の時は。だから、ね、戦闘機を作る工場があったのね、岡山ね。あれ昔戦争起きるっていうのはみんなあの天皇陛下じゃなくて、これ政治家が俺よ、今日全部よ。政治家の人がはい、ゴーサイン出してから、はい、鉄砲撃てて、こんなのも政治家があれするからさ。だからあのなんていうの、今でも世界中で戦争起こってるかもしれないけど、あれやんば、あのあれからさ、どっかの砂漠の国があるさね、もうあっちは世界中敵に回してあれしてるけど、あの人たちはまた政治家とは違って神様やんばって、神さ、神もう神が、神な、神様が言ったことは当たってる。だからこれがなんていうのも、関係ない人もみんな人殺ししていくさね。だからこういうのがよ、最近多くてからあるやんばって。はい、サッピーちょっと待って何この無茶ぶりすぎるでしょ。とっても一応いい話をしてたわけ、さ、急にフルッとさ、サッピーさんびっくりするし、あのモービーどう思うって一言言えばいいのに、いきなり振るんだよ。どう思いますか。いい話をされてるのになんかそう入ってこないのは何なんでしょう。多分ごめんなさい、あの僕は、もうモミさんが髪って言った瞬間に、もう髪ってしか思い出さなくてやっぱりそこか、笑ってしまった、まあまあね、ヘアの方に行っちゃった、ヘアに行っちゃった、ヘアの髪に行っちゃった。慰霊の日って行ったことあるか。あそこの方にマブニに、うん、僕行ったことないです。あるよ、はい、また毎年行くとか言うのよ。まあヒッチ行ってるね。あ、ヒッチ行ってる。もう行き過ぎるみたいな。サッピーさんとかどんなです、なんか行ったことってあります、ないですね。ああいう時期にないですね。自分恥ずかしいけど、修学旅行か遠足か なんかで学校のなんか行事で行ったわけさ。これ1回しかないわけよ。最近別では行きましたけどね。ああそうそうそう、たまたま近く行ったから行ったけど、別の用事で、別の用事で、平和の礎だった、書かれてるさや。あれ終わったおじの兄弟も書かれてるわけさ。これだから、あ、全部あれだよ、あ、アメリカはタムルカチェンや、韓国人も、あれどんなに調べるかや。だからね、あ、沖縄で亡くなった人のあれだよや、全部ハワイとか。はい、次のメール行きましょう。はい、おい、行くか。じゃあ、マオミさん行きましょうか。マオミちんど、はい、ギマ町のギマあり、ギマからはい、こんばんは、フリムラジオの皆さん、お疲れ様です。ネームギマです。明日は慰霊の日ですね。これなんていうの。そうでしょ、黙祷かな。そうでしょ、黙祷じゃないかな。黙祷ギマさん、お願い。今言いながらで来てたのに。だからサッピーでも読めますよ。あらあらあら、うんごと漢字しか関係、まあ言いながらしか関係でしょさ。
全部じゃあもうまあでもこの流れでいいかな、いいでしょう。そろそろ姉さん来るはずだから一旦 CM 行きましょう。あ、オッケーオッケー、はい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 、みんなで黙祷しながら CM です。 CM はい、黙祷。はいはい、皆さんこんばんは。先週お休みしてしまいましたけどすいませんでした。なんと今週は姉さんがお休みです。皆さんどうしようで、メールも一通も来てない、どうしようで思ったけど、気を取り直して今日関西姉さんに来てもらいました。こんばんは関西姉さん。はい、マイク入ってないさ。こんばんは。こんばんは、ハイブル。ハイブル姉さんじゃない、関西姉さん。大阪から飛んできたわ、エクは。姉さんが休みだからって聞いて。ありがとうございます。しかも、さっきだったのにね。さっき。さっきだったのに、すぐ来てくれて。びっくりした。今の飛行機早いわよ。で、姉さん、残念なことに今日メールも来てなくて。あれやだ。何も答えようがないっていう、このパターンなんですよ。あ、来てるかな？来てないか。来てないかな？これかな、これかな、違うわね、来てないね、はい、うん、オッケー。まあ、っていうことでなんですけど、皆さん、明日は慰霊の日ですけど、なんかあら、大阪にはそういう日ないわよ。あ、ない、あ、そっか、ないんだよね。大阪はないわよ、普通通り仕事よ、私もう昼は OL で働いてるわよ。皆さん、OL 働いてるんですか。そうよ。あ、そうなんだ。オールドレディーよ。オッケーです。じゃあそんな姉さん今日はですねゲストで、はい、FM 豊読みからサッピーさんがいらしてるんですけど、はじめまして。はじめまして。どうすかサッピーさん、関西姉さん。絡みづらそう。サッピーさんも関西ですよね。関西姉さんなんですね。そうそうそう。大阪の方なんですね。そう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 。そうなんですね。そうよ、大阪の北新地にお店出してるわよ。そんな感じ全然しないんですけど、北新地の裏の外れにバー出してる。そうなんです、はい、バーなんですね。はい、出してるわよ。行ってみたいわ。アップルポンさんからサッピーさんタジタジって来てるわよ。本当ですよ、久々のタジタジですよ、もう。はい、あれだね、ツイッターってなんか来てるね。泉佐野の特急サザンさんから、関西姉さんは関西のどこから来たのって。あ、私の出身。はい、私の出身ユニバーサルスタジオジャパンの近くよ。いいとこ、いいとこ。めっちゃわかる、めっちゃわかる。はい、姉さんメール来てる。あ、来てるね。来てる、はい、しかもハイバル姉さんに来てる。ハイバル姉さんこんばんは。ラジオネーム三代目メンソールブラザートムです。はい、あら、どっちなのかしらね。どっちなんだろう。はい、メンソールなのかトムなのか、うん。おっと、今日はハイバル姉さんがお休みで小嶋美佐子さんがお越しいただいてるんですね。ねえ、誰が小嶋美佐子よ。ウートートゥ。
そういえば関西姉さんに質問なんですが、私はいまいち関西のことが分かりません。関西についていろいろ教えてもらえないでしょうか。リクエストは小嶋美佐子さんで生歌で乱れ髪お願いします。それでは最後まで頑張りんこんこんねえ、はい、最後のね頑張りんこんこん大して面白くありません。なあの先々週ぐらいのメールとっても面白かったんですよこれ。あれ面白い時と面白い。3代目メンソールブラザートムさんまた落ちてるクオリティが。今日はちょっと上げてください。適当に歌うのかしら。本当にだんだんクオリティが上がってきてたんですよ、うん、先々週ぐらいもその話して、それは関西姉さんだからじゃないですか。まあ大したなんでしょうね多分ねえ本当になんか、ね、関西についていろいろ教えてもらえないでしょうかっていうことですけど、なんかありますか姉さん関西について。関西、あら関西についてないんかい。何を説明したらいいのかしらね。僕はあの無鉄砲のラーメンが好きなんですよ。無鉄砲、はい、私聞いたことないわOK ラーメンだったら私鎌倉しか行かないわよ。 あっちも美味しいですよね。あの難波の鎌倉しか私行かないわよ。そうなんだ。だなんだった、あれも美味しいさ。だなんだった知らんし。あれよもう忘れた、名前が思い出せない。あれですね関西姉さん、あれじゃないですか。あれ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 、あそこのあれです。たこ焼きじゃなくて串揚げ屋さんみたいなやつ。新世界のね、あ通天閣の下の角の角の串カツ屋さんね。そうそうそう、2階建ての 角のそう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 、うん、あの辺ほぼほぼ串カツ屋ですか。あの辺大体串カツ屋だよ一応ね。まあねえ、あの辺私たまにいるわよ。そうなんだ。あの辺でパチンコ売ってるわよ。リアルリアル。昼間見たら怖す。じゃあ姉さんもそろそろあのもう時間、ミキサーが帰れって言ってる。早い。あらまあ、ひどいわね、もう、うん、まだ今度、まだ今度ね、姉さんが来ない時に。姉さん来ない時に来るのね。お願いします。あら姉さんと一緒にやりたいわ。笛の調子がおかしい。なるね、やっぱりおかしいね。ワイド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 、はい、なんで、痛れとか。いや、違いますよ。ホイティさんの子供の学園祭があって笛の調子がおかしいんですよ。はや、だだだかしてみた。あ、うん、だ吹いてみようや、どう。あ、分かった。どうぞ。どっきときよ。せーの。どーれ。何今の。みんなと。ね、ハゲちゃべん。替えのパンツ。フリムンラジオ。はい、はい、はい。みーのと。みーのとでしたね。みーのとだね。はい、あの、ちょっとメール行く前にですね、あの、ちょっと、ケインさんから速報が入ってますね。国道58号線茶壇の浜川交差点付近名護向け第3通行帯で車2台が絡む追突事故が発生しておりますということで、迂回できる方は迂回してくださいというですね、あの情報をいただきました。ありがとうございます。あれだはずね、もうそろそろこの辺も混み始めるはずね。ゴーパチはね、浜川って言ったらね、うん、混むはずね、このそろそろこの辺も。ケインありがとうね。ありがとうございます。こっちに向かってるのかな、ケインは。いや、わかんない。マスカうまく来るんだよ、あれが。うん、来るはずよ、多分。来るか分からない、来るはずよ。なんか買ってきて、俺とっけ、うん、はい、ヒーフーミーさんからも来てる。はい、ヒーフーミーさん言っていい、サッピーやないかいって来てる。そうやほんまや。ヒーフーミーさんも見たかな、サッピーの。あの見た、会いましたよみんな、うん、あった、うちのおとんおかんですよね。お、うん、あのデューティーのスーパーライブで、皆さんデューティーのスーパーライブ行った時、サッピーが前の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 席にいたから、自分がサッピーこっち座ってって言ったから、知らんお兄しょったっけよ、一応カワーしてから手振ったからよ。こりゃディスの後、まあ、また一緒にどっかに行くつもりかなと思って後から聞いたらおとんおかんだったわけ。わざわざ内地から内地からさ、あのサッピーじゃないよ、リューティー見に来てたリューティーに会いに来てますね。会いに来てたね。あ、すごい。そうなんだ、娘に会いに来たわけではないな。来てないです、ね、リューティーを見に来てた。そう、テンション上がってました。しかもテンション上がってたんだ。かなりテンション上がってました。すごい。そうなんだ。
すごい、ね、若いね。で春水さんにもあったんですけど、うん、さらにうちのおかんがテンション上がって、あらあらあら、 CD も買ってました。あらあらあら、なんじゃそりゃ。春水さんイケメンだからね。あ、だからよ、元気？元気よ。来週あたり。あ、本当に？電話で。ああ、はい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 。ちょいちょいですか。はい、たまには、あの7月の告知を。おっち近いよや。あ、そうなの？分からん。何何そのいい加減な情報。だから。そこですそこです。定芸だな。うん、定芸こっちらへんぞ。定芸うなたい。はいはい、じゃあメール行こう。メール行きましょうか。はい。いでい。うん。はい、メール来ます。フリムーンの皆様、チーム名古屋の皆様、そしてゲストのサッピーさん、初めてメールさせていただきます。神戸の小さいけれどおじいと申します。以前から番組は聞かせていただいておりました。先日のリューティーライブで生モーミーさんをありがたく拝見し、またその後のオフ会ではイケペイさんとも親しくお話をさせていただきました。それにゲストにサッピーさんが来られるというので思い切ってメールさせていただきました。慰霊の日についてはこの日の昼に黙祷をし、ラジオの特別な放送があるくらいの知識しかありませんでした。ここ最近リューティーを中心にファミリーの仲間と日々楽しく過ごせている自分が、この前目の当たりにした広大な面積の基地やゲートの前で抗議活動を続ける多くの人々のこと、今なお亡くならない軍関係者による事件のことや戦争のことなど、どう向き合えばいいのか考えていたところでした。沖縄の歴史的背景、特に戦争についての無知さを恥じるばかりですが、これからは少しずつでも関心を持って学びたいと思っています。沖縄の方々が過去の歴史的事実をしっかりとご自分の中に取り込み、日々生活なさっている姿に感銘を受けております。ではまた。はいはい、ありがとうございます。すごいね。だからね、ぐんぐんぐんのあれね、今でも喋ってる間にもう上からあれ、うん、今のオスプレイかや、うん、あの音はスプレー、オスプレイ、ね、オスプレイからずっともう普天間だから、普天間の近くとかもう飛んでる飛んでるけどさ、うん、だから夜中も飛ぶからよ、またよ、うん、1回12時頃あれとかバタバタバタって、あ、飛ぶよ、10時後とか11時ぐらいにあの音が、うん、いや近くだから自分、うん、はあ、普天間基地のしてすぐそこさ、サマッシャだから、だからバラ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 、うるさいわけよ、うん、だからギノワの人はみんな耳こじらなのだね。うーん、なんちょ耳が遠い、耳が長い、大丈夫、ほとんど耳が遠い、あ、遠い遠い遠い、はーね、ね、はいはい、次行きましょう、はい、ありがとうございますね、ありがとうございます。はい、フリムーンの皆さん、リスナーさん、はい、こんばんぽ、モアイ大好きひとみこちゃんです。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。明日は慰霊の日ですね。私のおばあが戦争の時未亡人になって再婚して父が生まれたので、戦争なんて間違ってるけど、戦争がなかったら私たちは生まれてこなかったなと考えて複雑な思いがします。でもポニーテールリボンズのポニーテールリボンズのファンのポニンチュさんたちが戦争なくな、ん、戦争なんてなくったって絶対生まれてるはずよって言ってくれたから、戦争なんてなくなっちまえ。それと明日は知り合いの慰霊さんの誕生日なので、皆さんでお祝いしたいと思います、ということですね。そうだよ、そういうのもありますよね。だから決してそればっかりがなんか、あの、悪いことじゃないというか、だ、戦争があってから、うん、夫が亡くなって、最初の夫が、そう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 、で再婚してからひとみこちゃんが生まれたって意味でしょ、うん、そうそうそう、僕もあれなんですよ、うん、おじいちゃんアメリカ人なんで、そうそうそう、だから多分なければ僕も生まれてなかったかなって思いますけどね。他の人が育ってたはずや、そう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 、はい、だからそう、おばあちゃんがアメリカ人に恋をしなければ僕は生まれなかったしっていうのは思いますけどね。だからや、だから僕はとっても複雑ですよ、なんか基地の問題とかはやっぱり、うん、うん、まあ、それはきっかけにしか過ぎないんじゃないか、そうそうそう、戦争がなくても出会う人は出会うよ、うん、と思うけどね、大丈夫だよ、うんうん、そんな思わなくて、なんかあれだね、結局生まれたから、うん、今現在生まれてるからあれなんだけど、うんうん、生まれてなかったら何もないですよこれ。だからよ、なんて言ったら難しいやつさこれは、ね、なんかとにかく複雑、そうね、うん、まあでも、おじいから英語ならわかった、うん、おじいちゃんはあのお母さんが生まれてすぐ、うん、ベトナム戦争に行ってから帰ってこなくなったんです。あ、いや、そう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 、うん、だからお母さんは
もう おじいちゃんのことは分かんなくて、おじさんがちょっと覚えてるかなぐらい。あ、なんか自分なんかも写真でしか見たことないですよ、うん、そうなんだ。ただ言えるのは顔が見てるっていう、お全くこの系統の顔してるですよ。ハンサムだったね。まあね、なったはず多分、うん、あ、そっか、そうそうそう。おばあちゃんも納得だな。と、うん、いうことで、あれ、イレイさん、イレイさんは、イレイさんのお誕生日って、うん、お誕生日、イレイさんって誰かや、イレイさんって来たことある人かな、うん、どんなかな、来てはず、来てるはず、うん、かもしれないね、うん、はいはい、じゃあ、あれ、ポニーテールディモンジュージャーの固定全然違う、イレイさん、イレイさん、はい、じゃあ、はい、あのひとみこちゃんの友達のイレイさん、お誕生日おめでとうございます、おめでとうございます。この、ね、誕生日の脳から作らんとダメだや。だからよ、なんか歌作ろう。本当だ。歌作ってから。ね、はいはい。なんかまだメール来てますか？はい。どうぞ、はい。はい。まああれだね。ああ。じゃあサッピーさんに呼んでもらいたいですね。ありがとう、はい、いきますね、はい、泉佐野の特急サザンさんからです。はい、サザンさん、いつもありがとう、はい、はい、テーマとは少し違うけど、明日は慰霊の日ですね、僕の母親の親戚が戦争で亡くなっていて、慰霊の日には沖縄に帰りたいと言っていますが、今年も家の都合で行けませんが、来月沖縄に帰るので、その時に墓参りに行くと言ってます。世界では戦争、過去内戦をしているところがありますが、早く終わって世界が平和になるといいですね、ということです。いただいております。だからよ、や、戦争になるっていうのはあれ、うん、なんあっちの方は こっちとあっちのまた戦争は違うからよ。あっちは宗教の戦争だからよ、うん、あ、どうしてもな、そうだね、あれは止めようがないわけよ、うん、あのすごい仲直りしようねじゃなくて、お前なんか神が間違ってるだからよ。あ、なるほどね、うん、祈ってるこの神様が強い、うん、神様で、神様と会ったことあるかな。実際は神様に人間が作ったのだぜ。それはあれよね、うん、もう何とも言えないよね。だからや、難しいとこだけど、うん、いやもうなんかあれですね、うん、あれさ、普段がふざけてるさ、ふざけてるさ、真剣だよ。真剣にやってふざけてた、真剣にふざけてるけど、そう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 、今日真剣に真剣やってるさ。なんかさ、あれだね、なんか、うん、フリムじゃないみたいだね。また急に真剣に真剣やってるよ。うん、ダメージ。一番真剣ならこっち。うん、モーミーさんが一番真剣。今日結構熱弁してるから、あれ今日なんか熱いよね、なんか、ね。びっくりした。半分は面白いことしか。キラキラ抑えてるんだはずよ、もう。そうなんだ。いやー、もうあれですね。なんか、でもやっぱあれですね、うん、なんかこういうなんか時があってもいいのかなって感じしますね、うん、やっぱなんか皆さんがメールくれると、うん、あ、もうこれ年に1回さ、これだけは、うんうん、ね、なんか、うん、あれだね、考えさせられるっていうかさ、うん、ね、今度もう来週月曜日は豊見行かんとダメやっす。なんでっていいね、呼んでないってよ、豊見に。急にそこですか。あらん、呼ばなくても行く。いきなりだ、絶対来ないのに。ああ来るよ。行くよ行くよ。鍵閉めとこうね。うん、いや今朝はいつもあっちのゲートは何だった？人があのリボンこびったりしてるところがあるさ。え、普天間の野田家の野田家のゲートな。野田家っていうのか？野田家。あれ、あのテープの中にあのいたずらしてから、うん、あのカッターナイフ剣砕いたのとか入れてるから、普通に素手で触ったら切れるわけよ。マスケや。うん、うん、あ、まあ、あのやめてほしいやつさや、怖いね、だからやり方がね、うん、だからや、うん、立ってから抗議するんだけだったらいいけど、そうそう、あんまでしたらちょっと、ね、うん、抗議というかあれある意味暴力さね、車なんで関係ない人の車止めてから、うん、叩くわけよ、ドア叩いて好きや、うん、そうそうそう、辺の子とかでも結構あるよ、やる、うんうん、普通にある、はいはい、だからこんな人から、辺の子基地でもよ、自分なんかたまに行ってからちょっとこれまとめてから見たりするけどよ、うん、地元の人かや、うん、あのさ、地元の人が来てから本土の人が多いよ、あい、本土の人が多 が多い、だ、我々その迷うたしたりしてからもうちょっと衛生的にも悪くなってるとかあるさや、こんなのが、うん、だ、こんなのちょっと考え問題だね、反対するのもいいけどよ、うん、
そうだね、はいはい、まあ、なんかメール来てそうですかね。とうとうとう、あ、はい、いきます、ラジオネームユイレール男&ゴーちゃんです。はい、ありがとうございます、はい、皆さんこんばんは、最近忙しくてなかなかメッセージ出せていませんでしたが、今日はメッセージが出せそうです。さて、明日は慰霊の日ですね。小学校の時はこの時期になると月桃の歌がよく流れていました。あと最近は道が整備されて糸満あたりに行きやすくなっているので、今度平和記念公園に行きたいなと思います。そしてこれからも平和であってほしいです。そうですね、うん、やっぱでもなんか僕なんかも小学校の頃って、うん、かこの慰霊の日とかが近づいたらテレビで、あの蛍の墓とかやってたんですよ。そう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 、なんかそういう戦争にまつわる子供が見やすいような、うん、あのアニメのやつとかが毎年やってて、今最近でもやってないと思う、多分なんかな、多分あんまり見ないしね、多分もうずっとこればっかりなんか見たらなんか慰霊の日だなって毎回思ってたけど、小学校とかの時。でも蛍の墓はね、向こうでも内地でもあのなんか戦争のそういう、うん、ある記念日とか、うん、そういうその前には、うん、なんとかロードショーとかで絶対流れてはいる、うんうん、いやでもね、戦争ってあれですよね。僕もでも自衛隊行った時に、なんかその勉強しに行ったんですよ、うん、この鹿児島にいて、うん、この特攻基地あったとことか行ったりとかしたらさ、やっぱなんかいろんななんかこのやっぱ手紙がいっぱいあるわけ、うん、一生のやつ本当にもう本物の遺書があって、うん、なんか一番なんかもうグッてきたのが、うん、この子供なんかに宛てた手紙があって、うん、全部カタカナで書いてるわけ、読めるようにってから、もうさ、もう見てるさ、うん、18歳だけどもう、うん、もううるうるきて、うん、なんかもうお父さんが子供に対する思いとか、うん、ね、お母さんを託す気持ちだとかって、うん、本当にすごく伝わってくる、うん、あれでね、なんかでもやっぱこういうなんか勉強って必要だなって、やっぱ今特になんかあれじゃないですか、なんかこのいるさ、やっぱね、いきなり後ろから刺したりとかさ、なんか妬んでとかあんなのあるけど、やっぱなんかもっとなんかこんなのやったらね、もっとそういうのなくなるんじゃないかなと思うけどね。なんかね、根本的なところが本当に、そうなんていうかな、衝動的なのもあるけども、うん、その人にも家族っていうか大事にしたい人が絶対周りにいるはずだ、うん、そういうの考えたらねえ、ダメだよ、ダメだよ本当に、ね、なんかでもあれですね、本当に考えさせられるね、うん、本当に、うん、だ今あるさ、あのだ飛行機落ちたところ石川どこだった、宮川崎、川崎、宮、宮なんだっけ、宮島、小学校だよね、石川の宮島町、宮古に、あら、宮古、さっきニュースで見たんだけどね、うん、名前どう忘れしてるさ、うんうん、あっちでもあの川崎であれ一回バウンドしてから石川に向かってから落ちてるわけさ、あ、うん、16名の生徒亡くなってからよ、うん、であっちこの16名の生徒亡くなってから、これ保証どうするかなってからさ、うん、このみんな並べてから、一人一人みんな並べてから、あんたの子供は何ドル何ドルってからあれしてから、でだから前も金太郎に話したけど、一人のお母がわじってから、あんたの子供な1000ドルって言ってから、1000ドルだったら1000ドルやら行ったわればいいんじゃしえってから、我が行為さのうのしてから拳銃も切れたって、あのアメリカに、あ、この裁判員みたいアメリカの人に、1000ドルだったらあんたの子供出しなさい、私が買いますってから言ってからさ、拳銃も切れたって、そしてからこの銃口取ってから自分の首に向けてから、今子供がお腹空いてるから天国にご飯あげに行く、早く打ちなさいってからよ、アメリカもびっくりしてから、情報話してからさ、こんな悲しい話もあるよ本当に、なんかすごいあれですね、なんかなんだろう、これこんな言ったらあれだけど、なんか、そういう時代だったのかなって感じもするね、やっぱね、同じ子供は子供さや、どこの子供でも同じやん、これお金で、そう、お金で買えるもんじゃないからね、子供はね、さ、うん、まあ、こうして、はい、そろそろじゃあ名古屋、名古屋行けますか、行けます、大丈夫です、じゃあ名古屋呼んでみましょう、今日慰霊の日だけど、どうなるかや、こんばんは、はい、こんばんは、
今日はですね、こういう話題ですので、うん、まあ、少しは真面目なお話をさせていただこうかなと思ったんですけども、はい、いや滑ってもいいよ。いや滑るところじゃないですね。実はですね、うん、私もですね、全くこの慰霊の日に関しては、むしろ身近なものなんですね。うんうん、はい、ああ、ダサさんごめんなさい、ちょっと今途切れてましたね、ちょっと。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。すみません。ですね、私の親戚でですね、うん、沖縄戦で亡くなった方がいらっしゃいます。で、その、まあ、その親戚のその方ですけども、まあ、お墓があるんですけども、そこのお墓の、お墓には、第二次世界大戦沖縄戦で、沖縄戦、首里方面に没と書いてあります。ですので、まあ私なんて内地の人間なんですけど、まああの、こういったような、慰霊の日に関しては、深く思うところもありますよ。で、やはりこういった慰霊の日のこともあるんですけども、やはり名古屋の方でも第二次世界大戦、大変激しい戦争だったんですね。で、名古屋でも熱田区というところがありまして、ここは、軍事工場がいっぱいあったところなんですよ。で、ここなんかはもうかなりの爆撃を受けて、かなりの方がお亡くなりになられているというのが現状なんです。で、実は私の、まあ、親父ですけども、まあそこ、たまたまそこにいて、まあ爆撃を食らって、で、防空壕にいたんですけども、まあ、生き埋めになったんですよ。で、そこで、まあ、生き埋めになったんですけども、なんか見知らぬ方から、掘り起こされて助かったっていう、そんなこともありまして、まあ、戦争は、ね、こういった人を殺めて何になるんだっていうところが私は思いますね。というふうで、真面目なお話をさせていただいたんですが、うん、こんな真面目な話ができると思わなかったでしょう、サッピーさん。そこに振るんだね。そこに振るんだね。あの、わっきじゃなくて、ダンサーさん、今思い出し、今ちょっと頭よぎったけどよ。生き埋めにならんかったら、音が生まれてなかったんじゃないかなってからよ。まあまあ、その通りですよね。で、まあ、その生き埋めになった後ね、足ね、骨折したらしいんですけど、そこにいる骨折さんじゃないですけど、ね、その見知らぬ方が、なんか、まあ、瓦礫の材木で、足をくくって、で、歩けるようにしたなんていうような話も聞いてますよ。固定してから、すごいっすよ。今のね、今なんて骨折したギブスをやったりとかっていうありますけど、そんなもんじゃないですからね。骨折してそのまま歩いてるの一人しかいないのにや、こっちにや。骨折さん、トークも骨折しますか。骨折するよ。滑るとこじゃない、滑っても骨折するからよ。心が折れてますんで、もうしゃあないですね。あ、折れちゃいましたか。これ関係ないけど、今日はい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 、どうぞ。すいません、すいません。あ、これあんまり関係ないけど、今日、自分の音、一週間前に骨折して、今日、手術だった。終わり。あらま。あ、それ、マジ話だったんですね。これ、本当。今日、さっき病院に来た。あら。じゃあ、来週のテーマは骨折についてにしよう。ね、あ、今日だ、味噌なんかは。まあ、そのね、トークが骨折するかどうかは、この後ですね、皆様、期待されてると思いますので、はい、ぜひちょっとトークをしていただければと思ってる方がいますので、皆さんもうどなたか分かりますよね。提言分かる。分かりますよね。その方に変わりますので、はいはい、スタジオの皆さんこんばんは。こんばんは。マスクマンです。マスクマンさん、今日はですね、諸事情があるため、王子はお休みでございます。あ、はいはいはい。いろいろ、お話の滑ることが多いと、ちょっと不自然なことがたくさんありますので、今日は真面目に、お話したいと思います。
あのですね、僕 の、 あの放置プレーの時間がありますよね。あ、はいはい、そういう時にあの黙祷の時間にしていただきたいと思います。はい、それとですね、あの先ほど関西姉さんとサピさんの話の中でラーメンの話がありましたよね。はい、私この間あの奈良県の方に行きまして、はい、天理スタミナラーメンというラーメンを食べたんですけども、はい、野菜たっぷり、ニンニクたっぷりのラーメンでしたけども、あのサピさんご存知でしょうか。知らないです。あ、知らないですか。これは結構有名でして。奈良県あんま行かないです、ね、あ、奈良県には行かないですか。奈良県行かないですね。ラーメンは有名なんですけども、今名古屋にも進出してですね、店舗がいろいろあるんですけども、ちょくちょくそれを食べに行っておりますので、まあ、僕もこの、まあ、ニンニクをたくさん食べた後はやっぱりあの口の中をデオドラントするためにあのマウスウォッシュはシュッシュやってますので、綺麗でいい匂いのままあのさ。綺麗。待って。シエって、うん、サピさん、なんかその、反応をください。なんか言ってました今。今途中でなんか途中でなんかね、あれだったですね、いなくなりました、ね、いなくなった、うんうん、落ちた。いや、あ、落ちましたか。じゃあもう今日もこの辺で逃げたいと思いますので、みたいに変わります。臭いまま帰ってください。順調に滑られてます。なんかこんなに真面目なテーマなのにやっぱり滑るマスクマンの後にマイクが回ってきた私はどうしたらいいんでしょう。味噌煮込みスキーです。味噌さんが一番面白いですよ。体調大丈夫ですか。真面目な話の流れでですね、週末島民さんのツイッターのコメントがちょっとなかなか重いことが書いてあるのでちょっと読ませていただきます。はい。戦争を知らない総理、戦争を知らない国民、痛み、辛み、悲しみを知っている世代がどんどん少なくなっている。橋本小渕内閣の時は沖縄への配慮もあったのに今は微塵もないっていう。昨年は70年の区切りということで慰霊の日の式典にお邪魔しました。県庁から往復するバスは、若輩者なので後ろに座ったのでお年寄りの隣に座れなかったのが残念でした。何かお話し聞ければよかった。座席の関係でお話はできなかったけれど、マブニの綺麗な青い空や海や緑の野原を見ていると、ここで戦争があったと思うと何とも言えない気分に、沖縄戦の最中、県民の皆さんは梅雨の中で逃げ惑ったのでしょうね。ということで、週末島民さんからこんなツイッターをいただいております。ありがとうございます。うん、ありがとうございます。あたり以下同分、うん、もうこれ、ね、うん、まあ、名古屋のですね、率直な意見としてはですね、うん、こちらの慰霊の日に関してのですね、結構認識がないというのは私も沖縄のラジオを聞くようになってから、こういうことをよく知るようになったんですけれども、実際に沖縄県以外で住んでる方っていうのは、終戦記念日とか原爆のことばかりで、意外にその、ね、明日のことの、そういうニュースがちょっと少ないんじゃないかなっていうのは、まあ、私個人の意見でした。サッピーさんなんかは、沖縄に住まれてちょっと認識変わったことってありますか。まあ、そうですね、沖縄に住んでやっぱ慰霊の日っていうのは知ったので、はい、まあ、京都にいるときは終戦記念日だったり、まあ、長崎広島の原爆のことしかやっぱ知らなかったんで、まあ、沖縄に来て初めて知ったことがやっぱ多かったですね。ありがとうございます。聞いてました今。聞いてますよ。ありがとうございます。一応真面目に答えたんですけど、やっぱりね、実際にその、うん、沖縄のラジオを聞くようになってから知ったことっていうのはたくさんあるんで、うん、もっともっとですね、沖縄県以外でこういう話をね、ニュースですとか特集ですとか、そういう、まあ、通常のこちらの方のラジオでもそういったね、話があればと思います。まあ、こんな真面目な話でちょっとこんな長くなってしまって申し訳ないんですけれども、今週は真面目な名古屋からお送りしました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。失礼します。はいはい、ありがとうございました。うん、はい、明日安倍総理来るのか。
分からん。来るでしょ。来ると思うよ。来るか。来る来る来る。はい。予定は来るってだった。新聞見たら。あ、新聞？はい、あ、して来るな。はあ、だったら。あ、もうだ、ね、会いに行くの。行かんよ。ちょっと。はい、明日また慰霊の日じゃない。また、うん、もう一件入ってます。もう一件入ってますか。どう、はい。はい。誰か持ってる？うん、うん、いや。ね、持ってない。メール見てもらっていいですか。あ、はい。はい、来てます。フリムーンラジオにお集まりの皆様、サッピリアンの皆様、ゲストのサッピーさん、パキューン。はい、パキューン。今日から世田谷のコーラゼロです。はい、よろしくお願いします。間に合うかな。さて、慰霊の日、恥ずかしながら沖縄に行くまでは知らなかったですね。でも去年初めて平和の、これ何、石字でいいの、うん、石字に行った時、親戚の名前が刻まれているわけでもないのになぜか涙が出ました。戦争の悲惨さを改めて感じましたし、まだ行ったことのない人には行ってほしいと思いました。締めっぽくなったけど、最後まで放送ちばりよ、まったよって。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。だるよや、この人は、うん、もう内地の方から来てから親戚もいない、この平和の石見てから、うんうん、涙が出るって言ったら、もう、あ、うちの中でもちょっともうあれだね、なんていうの、うんうん、ありがたい気持ちっていうか、うん、もう分かってくれてありがとうだね、こういうのはあるし、はい、ね、うん、まあでもなんかあれっすね、ちょっととにかくあれやんばよ、わたが次の世代にこれ伝えていかんとダメだくさ、うん、この場合はだから政治家の皆さんも今度選挙もあるけど、もうこれは自分で考えて投票しに行って、今だから18族の人たちも投票権持ってるさ、うん、ね、でこの人たちにも戦争のこととか経済のこといろんなのを伝えてから、こたまたわばごとしてから、またお金もらって入れないかね、心配さ、誰かから役円なもらって、はい、だからこんなことがないようによ。そうだね、沖縄のことを思って投票行ってくれたらもう嬉しいなって思うさ、うん、とにかくあの小さい世代にも伝えていかないとダメ、戦争があったことっていうのは風化させたらダメだから。はい、6月23日は全国的に祝日だったんですけど、はい、突然祝日が消えましたよね。そうなんですか。はい、全国に祝日で、今日が 6月23日は慰霊の日だと、うん、はい、全国の方も知ってたんですけど、うん、国会で、まあ、議論されて6月23日の祝日が消えて沖縄県だけの休みになってるんです。うーん、それも観光庁もし、まあ、あと学校だけ、うん、まあ、それがなくなってからですかね、うすうすと知らなくなったっていうのも、うん、これ分かるよ、これ分かる。そうなんだね。さて、はい、じゃあ何か告知があるみたいだけど、告知あるんすか、うん、ハッピーさん、何かあります。何かこのあと言いづらいですけど、うん、大丈夫ですすいません。あの FM 強みで毎週月曜日夜8時からラジオやってますのでぜひ聞いていただければと思います。そうですね、はい、これ何だった、最近できよったやつさ、あれリスラジですか。リスラジよ、はい、リスラジで聞けますので、はい、最近分かって初めて聞いたのがサッピーの番組、ありがとうございます。だった。そしてあのまた次違うテーマの時にまた呼んでください DG を見にくいって言ってたやつさ、あのメール来てますか。メール、あと1つ来てます、うん、あと1つ来てます、はい、大丈夫ですか。はい、ラジオネームナルトラさんです。はい、ありがとうございます。はい、今日のテーマ慰霊の日、県外出身の自分から見ると頻繁に沖縄を訪れるようになるまでは残念ながらそれほど意識することはありませんでした。しかし今の自分にとっては好きになった沖縄を考える上で避けては通れない日になったような気がします。今の沖縄はその頃の歴史の上に積み上げられて成り立っていることを強く思います。講座いろいろ含めてその歴史は今の沖縄にも影響が残り続けていると思いますが、自分はその姿すべてを含めての沖縄が大好きです。では最後まで楽しみますよって。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ぜひまた、ね、うん、沖縄ぜひ遊びに来るだけじゃなくして、この慰霊とか慰霊の日とかこういうのをもし祈ってくれたら、もう自分たちでも本当に光栄に思います。あのだから今あれさ、うん、いいよ、大丈夫ですよ。だ観光客じゃなくて修学旅行でも来てからね、うん、うとうとしてあげるさね。そうだね、そういうのもあるさね。うん、はい、あれ、はい、来週テーマ決まってますか。え、なんて
見えない見えない、骨折です、骨折です、はい、え来週のテーマは骨折です、骨折、本当に骨折、違う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 、来週のテーマはね、はい、1966年昭和41年にビートルズが来日した記念日なんで、はい、え洋楽、好きな洋楽、あなたの好きな洋楽の曲は何ですかということですね、はいはいはい、ねえ何が好きかな、うん、ねえ、まあ、いろいろありますけど洋楽ねえ、な洋楽、洋楽のことずっと喋りたいけど時間がないね。そうだよね、ポテンパありそうだよね。めっちゃ喋りたいけど時間がないからちょっと喋りきれませんけど、うん、まあ、でもなんかあれですね、なんかこんな日もいいね、なんかいいねっていうか、そう、ね、こういう考える日もね、あってもいいのかも、ね、本当に番組でね。大事だと思う。ね。はい、じゃあ来週は好きな洋楽ということで、はい、じゃあ今週はもう寂しくじゃなくてもう真面目にやりました。フリモンどんなでした？来週からまた本当のフリモンになりますのでよろしくお願いします。本当のって、ね。はい、今日の担当は、はい、ハイサイオルマリの MC モーミー、はい。はい、ホワイトイニシアラ、はい、サッピー、はい、エコザイル。フリムの骨折コータでお送りしました、はい、よかった、はい、皆さんまた来週も聞いてください、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、東牛みんな見に来てよ。